今季はレッドソックスでプレーした台湾のスター選手、ジャン・ユーチェン内野手に NPB 移籍の可能性が浮上している。台湾メディアは14日、ジャン・ユーチェンが来日していることを写真付きで速報。アジア球界を代表する遊撃手にメジャー球団だけではなく、日本の球団からも接触があったことを伝えている。今年3月の WBC では4番を務めたが、今季はレッドソックスで39試合に出場して打率1割6分2厘、6本塁打。現在は FA になっている。台湾大好き日ハムさんやろ。成績を見る限りでは、メジャーも日本も厳しいような。すごく育てがいのありそうな選手。メジャーリーガーやから、育てるよりも即戦力で考えてると思うぞ。名前的な意味で言ってるんやぞ。日本の球団に入る場合は、当然支配下だよな。名前は、育成やから。超育成しなきゃ。育成契約やね。楽天と日ハムありそう。ぜひともベイスターズに来てくれ。いつも日ハムばっかやからたまには中日に来てほしい。ジャンは日本だったら普通に成績を残せると思う。LAA 戦のグリーンモンスター越えの逆転ツーランは見ててすごかった。台湾、ショート、ハムしか思い浮かばん。ハムは新外国人決めるの毎年早いしね。失敗も多いけど。日ハムかな？中日もあり得るが日本の投手陣に打撃が通用するんだろうか？日ハムが、まだ使えそうなハンセンとかをノーテッドしてるからね。ありえそうよ。確かに日ハムっぽい。内野手のユーティリティだけど、右の強打者として日本でも需要はありそう。起用するなら WBC 同様一塁が安定だが、台湾路線といえばハムになるのかな。ぜひ NPB で見てみたいね。守備できるなら多くの球団で需要あるよね。外国人枠なんて余らせてるとこがほとんどだし、打撃は確実性に欠けるけど、守備は悪くない印象やな。日本でプレーすることになったら面白そうや。